ビラ・ブライトン、これは衝撃でしたね。衝撃でしたね。これこんな差が出るかと。だからブライトンってやっぱモロ刃の剣感はまあずっとあるじゃないですか、うん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 、まあ本当それが30分たたんうちに3点取られてましたもんね、はい、得点は14分21分26分。そうですよね。これあのアストンビラとブライトンファンが合同で観戦会やってて、はいはいはい、もう60人ぐらい集まったのがすごいな、ババババのファンですけど、はいはいはい、いやもう結構ブライトンファンはシーン、いやいやそりゃそうなんです。ビラファンはうおーみたいな、うん、まあ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 そりゃね勝者やけ敗者がいるっていうのはしょうがないですけど、まあね、いやまあでもワトキンスがちょっと止まらんなっていう、ついに覚醒かっていう、ハットトリック、うん、いや今季取れてるようで実は1点しか取ってなかったんですよね、ここ。ああそうなんですね。これで4点目、おお一気に、はあ、ですけど覚醒しましたね。いや本当に、まあ、ずっと言われてたじゃないですか、うんうん、ワトキンスどうやねんっていうところで、うん、まあそこで良かったと思いますし、やっぱ僕はねザニオーロが好きなんでね、ザニオーロもいいんすよね。そんなにめっちゃはっきり言ってサッカー IQ が高いタイプじゃないんですけど、うんうん、うまい速い強いみたいな、うん、ちょっと古いタイプの、うんうん、って言ったら失礼ですけど、やっぱ好きなんですよね、うん、なんでそこおんねんとかも含めて、今出さへんのかいとかも含めてやっぱザニオーロがスタメン出てくれてるのはね、うん、僕はその親戚がローマにいるんで、はい、なんかちょっと推し選手とか、まあ、ローマ追ってて欲しかったんですけど、うん、そもそもで言えばね頑張ってほしいなっていうところと、まあ、ブライトン側はどうです。まあ、ちょっと一言で言うと、うん、この18歳のボランチ、はい、ジャック・ヒンシェルト、はい、いやまあちょっとさすがに厳しい戦い、いやまあそれ18歳なんですよ、しかも今年18歳になった、すごいな、まだまだ若い選手をビラ相手にスタメンで使うっていう話なんですけど、それはもうデゼルビーはそういう方ですもんね、うん、そうですね。あだからまあこの試合は変な話、まあ、投資の試合になったなっていう感じなんですけど、もうちょっとここがネックすぎて、あのブライトンといえばもう中を使うのがうまいじゃないですか、はい、ボランチに当てて落としてもう一回センバーが展開するとか、うん、むしろあるいはボランチ、はいはい、センバーボランチがパスコースを上げてあげて、うん、ダンクからウェルウェル立てパス当てて落としたものをボランチが受けて展開するとか、うん、当てて落として展開が、はいはい、まあ、ブライトンの代名詞だと思うんですけど、うん、ちょっとこの、ヒンシェルト、はい、ちょっとやっぱまだそこのポジショングとか、まあね、まだちょっと勉強中っていうのと、うん、あとまあ後ろのダンクウェブスターのベテラン組も、うん、この子に当てていいんかなっていう、なるほど、ちょっとこう探り探りやってる感じがすごくて、それでなくてもギルムはもう若手やのに、うん、さらに若手来て、まあ確かにねっていうのでもずっと中入んなかったんですよこの試合、ずっとストーンにロングボールとかけて、はい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 、そりゃうまくいかんよな、うん、リトマ選手も、まあ、はっきり言ってそんなよくなかったです ね、 この試合はいい形でボールも来なかったですし、うん、いやほんまもうこれはもうこれがブライトンなんで言ってもしょうがないんですけど、うん、ちょっと、まあね、とか攻撃の時高い位置行きすぎて、うん、カウンターでひっくり返ったらギルモアワンアンカーみたいな、うん、まあ、なるほどね、さすがにね、カンテみたいな選手やったらなんとかできるんでしょうけど、はいはいはい、ギルモアのワンアンカーでフィルターにはなれんと、まあ、どっちかとやっぱ攻撃にセンスがあるタイプですからね、チャンスメイクのところはギルモアスーパーですからね、うん、本当に確かに、まあ、ちょっとそこが結構失点シーン、あの6個中3個ぐらい結構失点絡んじゃってたんで、よくよく見るとちょっとあれここいる位置おかしいとか、あ戻ってないとか、あのなんかこうもう直結的なミスじゃないんですけど、よくよく見るとあわ小さくミスに関与してるみたいな結構多かったんで、まあ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 これから、まあね、やっぱカイセドバッカリスターっていう2枚看板抜けて、逆にもうそれを使う20歳とか18歳の選手を使って、うん、しかもビラにね、ね、行くっていう、まあ、カプセルもあるんで、多分 ね、ある程度、ターンオーバーしながらとは思うんですけれども、もこれはもうしょうがない、うん、まあね、しょうがないです。まあそういう日もありますからね。それがね、ちょっと日本で観戦会する日に当たっちゃったのはラッキーでしたけど。うん、まあ、逆にビラは本当に良かったと思います。ビラは逆に良かったですね。そこのこう、もともとマイプレーが良さのチームですけど、うん、そのこう穴をつくじゃないですけど、うん、じゃあ前から行ったれっていうので、すごい前からいい奪い方してショートカウンター多かったですし。何点目か忘れたんですけどね、うん、最終
5点目、6点目の時にむっちゃディニューがぐわーってオーバーラップして、はいはいはい、それをフェイクに使ってジェイコブ・ラブジーが、はいはい、5点目でしたっけ、はい、あれ素晴らしい、やってくれるサイドバックいるっていうのは、あビラちょっと伸びてきそうだなっていう、ラムジーもね、怪我してたところ復活して、ね、あのゴールですから、めっちゃクールなゴールパフォーマンスでね、かっこいいんですよね。いや、まあちょっとビラもね、ちょっとその結構対勝者とか大敗したりとか結構不安定ですけど、うん、まあ、今日はこの日はガッチリいいっすね、当たりの試合でした。うん、僕はブライトン勝利を予想しました。まだそれも振り返りました、はい、センスがないです。いや、そんなことわかんないですよ、これ。わかるよね。というわけで、まあ、はいはい、